はい、どうも皆さん、こんにちは。ムーポンです。今日は悲しいお知らせがあります。あのね、右上見てもらったら、あれなんですけど、S プラス割りました。ということで、今日はね、それを取り戻しに、裏でプレイしててあげようと思ってたら、割れちゃったみたいな感じで、またここまで持ち直してきたんで、今日はこれをあげていきたいなと思います。で、ステージ、ガチエリアで、ステージじゃねえわ。なんだっけ、アジフライ？そう、ガチエリアじゃなくて、アジフライのガチエリアで、カーリングボムとかがちょっとこのステージ使いにくいかなっていうのがありまして、マニコラを最近使ってたんですけども、今日は、寿司コラ。あえて苦手ステージは別の武器使っていこうっていう作戦をちょっと取ってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。こういう時に限ってチョウザメじゃなかった。持ってるな、これ。よし。しかも日々3本やからな。なんとか取り戻す。うわぁ、なんかもう、パワードスーツ持ったぞ。ゴリゴリではないか。で、ゲージはまあまあまあ、マニュコラより溜まりやすいんかな、これもしかして。そんな変わらん。これ無理して出て大丈夫。ここ下にボム置いて、やれないか。で、まずは確保を許すが、まあ、濡れる濡れる濡れる。塗り力はね、あるんです、寿司コラも。で、ジェッパが溜まった。で、ここの上に対する牽制が、おっと来るかい。左も邪魔してやって、でそこ OK、 一人潰したのはでかい。でこれボムを投げることで超うざい。これが寿司コラの強さ。そこあらいやちょっと待った、このお風呂やばいな。これぬる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 塗らないと取られちゃうんで塗るんですけど、 OK、 ナイス味方味方味方ナイス。今のところ完全に味方様々の状態で、味方が戦ってくれてるんで、ぬる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 、負けずにぬる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 、ゼロじゃないよ、ぬるだよ、ぬる、伝わらねえよこれ。で、3人が今目線の中に見えてて、オーバーフロッシャーがここに出てくる。で、君も死んでもらいたいが、あ、これ塗られたくない。オッケー。で、とりあえず2人持っていったのは大きい。で、あ、そこ着地が刈られてしまって、ペナルティがちょっと今相手している間につけられてしまったんですけど、で 右と正面に、1人ずつ見えてます。でこれ雨降らしで打開していきたいという状態でしょうが、それをなんとかなんとか、寿司の塗り力で止めたいが止めたいが、あーっと、しかし相打ち、まだマシまだマシまだマシ、ただカウントは進むぞ。あー、やられてーら。ちょっと待って、これは苦しいか。すぐに逆転はあり得る状況なんで、どうしようかな。そこで今味方が一人やられた。何にやられたかっていうと、ボムか。で、ほっ、あー、今のはちょっと甘いか。あー、これはさすがに逆転されちゃうが、ここにクワッドホッパーが隠れていて、で味方が右から打開をしに行きたいという状態ですよね。それに合わせて突っ込んでいきたいが、そこにまず、あっと、キルタイムがプライムシューターか。早いな。雨降らしでガンガンやられて、あー、味方が崩れている。これはちょっと苦しいか。ただもう塗るしかないっていう状態ではあるんで、ちょっと待てよ。あーっと、ジェッパ、あー、間に合わない。いや、これこれやられちゃったか。いやー、3ひび入ってたんですよね。どうなる、割れるか割れるか。最初こそ良かったものの、抑えがうまくいってなかったっていうのがあるんで、難しいですね、このステージ。ああまあキープなんですけども、ちょっとね、上げたいっていうのが今回は実現できなさそうではあるんですけど、引き続きやっていきます。